早いです。ストレージがいっぱいだってうんうんうん、エコラブの朝も早いし、ショコの朝も早いです。6時起きで待ってました。嘘、ありがとうございます。すいません、起こしてしまって。仕事終わって帰ってきた。お疲れ様です。早く寝てね。今起きた、おはようございます。みのりさん初見おはようございます。朝から豚麺を食べたいと思います。お湯を入れて今2分ぐらい経ったかな今ずっとリップ塗ってる私の部屋に豚麺の匂いが充満してきております。いわゆる豚麺臭というものでしょうか。みんなは朝ごはんを何食べるんですか、または何食べてるんですか。え、その今帰ってきたよっていう方はさ、あの朝ごはんという気持ちで今から食べるのか、夜ごはんという気持ちで今から食べるのか、どっちですか。朝から元気ですよ。でもショールームが終わった途端に眠ってなるんです。まだね、まだ眠くない。このお水かわいい私さ、本当にさ、ちびっとしか飲まないの本当にやめてほしい大変。また寝るかどうか分かりません。まだね、今日のお洋服決めてなくて。それよりも一平ちゃんを飲みました。初号の通知で目覚めた。え、なんかさ、通知で起きるってさ、大丈夫ですか。よく言いますけど、通知で起きたらさ、もう朝とか大変じゃないですかもしさ、通知が来てたらさ、起きなくてもいい時間にさ通知来たらさ、うわ起きちゃったよってなんないんですか。私は通知で起きれないタイプの人間なので。ほら、通知で起きますって。通知で起きれるのすごいですね。ブーって起きるってことでしょ。すごい、昨日見れなかった朝のショールーム、今日は見れた。おはようございます。もう本当になんか朝、まあ4時とかは早すぎるとして、なんかもう最近あの起きれなくて不安すぎて、なんかショールームやってよかったって思うよね。ショールームをこうみんなに何時からやりますって言ってたら、何時から始めなきゃっていう気持ちになるわけですよ。そしたら絶対に起きるんですなんかいくら準備が早くても寝ちゃったら終わりなんですね。だからみんなのおかげ、みんながさ来てくれるから、朝早くからありがとう、ありがとう。みんな これで私はさ遅刻しないで済みますとか言って、また寝たら一緒か終わった後寝ないか心配。いや本当にそれ、なんか不安すぎて、なんかショールーム7時からやるとか言ってたけど、7時10分7時20分にもアラームかけてました。やばすぎ、そんぐらい不安ですね。寝落ちしちゃってるからな、昨日も寝落ちしてますよ私。やばすぎます。昨日も一昨日も寝落ちしてるね。寝た記憶ない。だから夜中とかにパッて目覚めたら電気ついてんのアラーム切りました。しかも作業の途中だったんだ。
作業の途中して一回手離したらそのままドラマも見てない。やばい、金曜日になっちゃう。ドラマ見てないです。なんか30分とか1時間とか見てない。待って、やば、豚目3分経ったわ。なんかその朝も、朝がもうちょっとゆっくりだったらもしかしたら早起きしてたらね見えるんだけど、その朝も夜もその30分1時間が本当にね、ストレージがいっぱいって出ちゃう。充電してるのに充電してないみたいじゃん。ストレージがいっぱいみたいです。みんな固まってますよね。豚麺何味でしょう。正解は、正解は全然一個も来てないけどコメント。正解はじゃ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 ーん、炭塩味。炭塩味です。みんなもさ、なんかメイクしたりとかさしながら見てるよね、朝ごはん食べながらとか。だから私も朝ごはん食べながら配信する。いただきます。うん、あく、うん、おいしい。初めてタン塩食べた。洗濯物干しながら、偉い偉いです。今週の月9めっちゃ泣けた。待って、月9って何、月9ってどれですか。本当に全部 TVer で見てるからさ、どれが月9かわからない。豚ってめっちゃ星になるんだね。豚麺よく運ぶよ、うちにも待ってます。昨日か一昨日のケータリングで豚麺があって、豚麺私取ってないけど、そう、ひとみが取ってたら、え、待って、カバン入んないからあげるって言われてくれた。そういえばね、青いのなんてあるんだねって。なんか赤と白もあった、ビーフの旨味だって。お仕事そろそろ行ってきます。行ってらっしゃい。あ、みんな、みんなちょっとじゃあ行きの電車でよかったらお話し会の応募とかしてもらえたらなと思います。あ、月9は君が心をくれたから。え、月9ってめっちゃありません？いろんな各局で。何かな。他にもね、え、気になったのあった、あのね、トマトチーズみたいな、あのカップヌードルにトマトあるじゃないですか、あれにチーズが入ってるのが美味しそうだった。多分誰かが持ってってるから気になって買おうかなって思ってるけど、あのコンビニ行ってない。昨日食べてた人見た、そんなどこで。美味しそうだったよね。気になった、気になってるだけで撮ってない。今日高校面接頑張ってください。ファイト。めっちゃ緊張するよね。私もめっちゃ緊張した、めっちゃ練習したもん。そのおかげでイコラブ受かったと言っても過言ではない。そんなにチーズを感じないと言っていた。あ、なんか知り合い系ね。
道端とかで見たのかと思った。見たって言い方だったから。昨日受験終わった、お疲れ様です。えらい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 。あとは嬉しい報告を待つだけだね。合否もめっちゃ緊張するよね。おいしい。待って私電車調べてない。待って私電車調べてないよ。今何時に家出るんだっけってなっちゃった。やばすぎ。集合場所は？ねえ、ストレージがいっぱいって言われる。私がだいたいさ画面見てない時にストレージいっぱいになる。予想通りです。大丈夫、よかった、計算通り。危な、普通に。うん、ああ、みんなのスマホの調子は悪くないです。私のストレージの問題。なんでさ、こんなアプリ消してんのにストレージいっぱいになっちゃうんだろう。私の今のさ11のさ写真をさ、こっちの8プラスにまで来ちゃってるからさ、どうしたらいいの。8プラスに来ないようにするにはどうしたらいいんですか。同じさiCloud っていうのだと思うから、え、6度、明日5度、寒っ、やだ。え、それ最高気温ですか。iCloud 同期を切るっていうのができるの？福島は雪？雪か。たまにはいいよね、雪は。豚麺食べてます。やばい、牛タンの味してきた。最後下の方やばい。待って、え、最高気温6度、明日の最高気温5度、やば、無理。うん、下の方が濃いね。昨日暖かかったのに、一昨日か。うん、美味しい。明日も雨、明日曇りだった気がする。寒暖差やばいって言ってた。本当にやっと春の訪れを感じますって感じだったのに。
さ卒業式って春の訪れを感じますって言うんだろうね。めっちゃ冬だったらどうするんだろう。めっちゃ寒いみたいな時だったら。大阪の方が高い？うん。ごちそうさまでした。お水かお茶か悩む。うん。お茶にしよう。なんか食べたいな。チョコ食べようかな。うん。最近チョコ食べすぎ。絶対に現場に行ったらご飯があると思ってるんだけど。今日誕生日？プリンさん、ハッピーバースデー！ハッピーバースデーおめでとうございます。朝からお祝い。今いいところでストレージがいっぱいになっちゃいました。すいません。素敵な一年にしてください。おめでとうございます。ぜひ会いに来てください。会いに来る一年にしてください。ただいまイベント受付中なので、もしスケジュールとかが空いていましたら遊びに来てもらえたらなと思います。そうストレージはあれなんです。もう結構前からいっぱいですよって言われてんだけど、いっぱいアプリ消してんのに一生ストレージいっぱいって言われるから、写真が悪い。ちょっと同期どうやってさ同期をやればいいの。どうやってさ動機切るの？動機、あ、ファミリー共有？あ、ファミリーじゃない。ファミリーじゃないか。違う。どうやってやんの？全然わかんない。設定の写真のところ、設定写真、写真、あ、iCloud 写真ってとこ。iCloud 写真を消したらいいの？あ、共有ライブラリー？え、違うな。あ、やばい、違う。どこの共有？共有アルバム？共有？え？設定 iCloud 写真でオフにする。設定写真、違う、iCloud。iCloud？ iCloud って名前のとこですよね。あ、iCloud 写真、あー、なるほど。理解。次止まったらそうします。ありがとうございます。助かります。そしたら容量空くかな。眉毛描こうかな。急に。よいしょ。レベルはね上がったけどね、多分3週間もすればね下がるんですね。あっ、やめて。割れてないです。
とりあえず眉毛、とりあえず眉毛描く。鏡ない、鏡、鏡、よし、ゲーム描くぞ。トラック運転します。ぜひラジオ感覚で聞いてください。安全運転でお願いします。よし、眉毛。眉毛。こうやってさ、眉毛描いてる間にさ、iCloud がいっぱいですって出るんだよ、きっと。さっきから見てない時にね、出てる。お布団から出なきゃ頑張ってください。本当はまだ出なくてもいいよって言いたいけどさ、みんなもなんかお仕事とか学校とかありますもんね。え、昨日受験っていうことはさ、で明日も受験生がいるってことはさ、今日も受験生がいるってことですかね。どんなだったっけ、受験、受験って学校によってだったっけ。みんな一緒の時じゃなかったっけ。うん、左眉完成。もうちょっと右が、右眉完成。あ、私立は学校によるなるほどね。